まあ、あのすごいタフな敗となってしまって、すごいあの重たい中で自分たちのリズムをどうにか掴もうとして、まあ、あがいたのが前半だったと思うんですよ。で、まあ、あのそのまま苦しい状態のままあの僕らのペースになるかならないかのところで、まあ、川崎さんのうまい戦術にはまってしまい、あのペースをなかなか掴めないまま4クォーターまで行ってしまって、まあ、あの僕自身がコートで出た時はあの思い切ってあの来てもらった人たちのためにもあの最後までちゃんと見れるような試合にしたいっていう風な気持ちで4クォーターコートに立ちました。言ってくださったこうペースがつかめなかった、あの谷口選手は、まあ、あの前半、まあ、それこそコートを外から見る立場だったと思うんですけど、そこから見てこうなぜこううまく回ってないっていう風な印象を受けたっていうのが一つの要因があるかもしれない。まあ、そうですね、あの試合の運びにあの僕たちがまず一番に気持ちよくプレーできていなかったっていうのが一番大きいと思いますし、やっぱそれをですね、あのチーム全体でどういうふうにその試合の運びの中で僕たちのペースに持っていくかってところで、やはりあのフラストレーション全員が溜まってしまったっていう部分が一番大きいかなというふうに思います。それやっぱりこうシュートの精度だったりにつながってた。そうですね、やっぱりあの何かしらみんなどこかで引っかかるところがありながらプレーするとどうしても思いっきり走れないですし、あの、まあ、やっぱメンタル的な部分でも体が重くなってくるっていうのもそうだと思うし、やっぱり外から見てて気持ちよくプレーできてる時っていうのは、まあ、昨日の試合のようにリバウンド取ってそこを走って相手に走り勝つっていうのが、まあ、これ今日は少なかったです。改めて今後のシーズン、長いシーズン戦う上でも意気込みというか最後にいただいてもよろしいでしょうか。はい、まあ、あの長いシーズンでまだあの半分以上残っている中で、やはり負けが込んでくるとどうしてもやっぱそのなんでだっていう原因を追求しがちな部分も出てきますし、まあ、それは当然コーチ陣の役割でもあるので、僕たちはもうあの信じられてコートに立ってるんだっていう自信を絶対になくさないことが一つと、まあ、あとこんだけブースターさんが見に来てくださってるっていう中でですね、あの僕らがしっかりとそのブースターさんたちにですね応援したいと思えるようなプレーをやっぱりコートで返すことが、あの今後のシーズン終盤にとっても重要になってくると思います。まあ、あとそれでですね、勝ちが続いてこれば、まあ、あの自然とですねチームが出来上がっていく過程が、あの1ヶ月前と今のチームは全然違うと思うので、まあ、それがこのバイウィークも挟んで、年明けになって、どん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 チームが進化していく過程を皆さんも一緒に楽しんでもらえれば、まあ、シーズン後半に向けてますます楽しくですね、あの応援できるようになると思うので、ぜひですね、あの僕らと一緒に、まあ、成長していく過程を見守ってもらいたいですね。